見つけたわ、ガリレオ三姉妹。ガリレオ・ガリレイの血を受け継ぐ3人の乙女たち、祖先の謎に挑む時、大きな物語が幕を開ける。どうして追いかけてくるの？ガリレイ・ドンナ。黒いウサギを追ってたどり着いた鏡の向こう側の世界、京都。不思議な世界で繰り広げるドタバタ家族生活、新番組競争ギガ10月2日深夜スタート。若き魔術師たちが青き層闘争の歌で夜会の幕を上がる。運動使いの少年は可憐な少女と共に学院の門を叩く。テレビアニメマシンドールは傷つかない、10月より放送開始。ビルドファイターズ、10月7日夕方6時放送開始。もしもし未来はここですか。よくぞたどり着いたな、お客様め。勇者になれなかった俺は渋々就職を決意しましたわ。ご覧の時間で放送スタート。俺の名前は白金烈火、ご飯大盛り勇気爆盛りの中学生だ。新番組ダイストプレッシャー、10月2日水曜日夕方6時から爆発放送スタート。燃えてきたぜ。いよいよだぞ、俺たちの新しい挑戦の始まりだ。絶対あの時のヒトロニックギアオン。新番組ポケットモンスター XY 10月17日夜7時1時間スペシャルで放送スタート。陸上自衛隊第3師団特殊部隊コッペリオン、私たちに課せられた使命は旧首都に残された人命の救出。崩壊した旧首都で待ち受けていたものは汚染された町と人々に残された惨劇の傷跡。今崩壊した旧首都を舞台に私たちコッペリオンの運命をかけた物語が始まる。新番組テレビアニメコッペリオン、10月より放送開始。先輩はどこにも行ったりしませんよね。テレビアニメーション教会の彼方、10月より放送開始。いよいよ待ちに待ったウィンターカップが始まるぜ。黒子、準備はいいか。はい、加賀美くん。でもまずは予選を突破しないとですよ。待ってるよ。とにかく奇跡の世代を全員ぶっ倒して日本一になる。どんなに強い相手が来ても僕たち青輪はもう絶対に負けません。黒子のバスケ、10月8日から毎週火曜夜11時。絶対見てくれよな。僕らは地球に行く。お前にできるのか、人を救うために人を襲うことが。バルブレイブの呪いは僕のものだ。革命期バルブレイブセカンドシーズン、10月放送開始。ファンタジア文庫、君の式神になる、そう約束した。東京の夜を行く、レイブンズたちの学園引用バトル、東京レイブンズオーダー。テレビアニメ10月よりスタート。ここでなら新しく生まれ変われるような気がする。新しい友達に出会って新しい部屋。そんなことより三尾の居場所を教えてちょうだい。楽しくて浮かれてて満たされていて目がくらむような、そんな毎日。そんな毎日はいいの。さあ早くポッポッポッパーしなさい。テレビアニメゴールデンタイムは10月より放送スタート。そんな毎日は無理かもしれない。どうしても伝えたい。ずっと止まっていた何もかもが今始まる。京介、僕は強くなる、きっと。冷たい風を震わせて音が聞こえてきた。ちょっぴり下手くそなギターととっても上手なピアノが懐かしくて嬉しくて。誰かが誰かに恋をする、ただそれだけの物語。ホワイトアルバム2。小野田坂道です。自転車部に入った僕は毎日全力でペダルを回してます。
新番組弱虫ペダル、10月7日月曜深夜1時35分からスタート。応援よろしくお願いします。人間と妖怪が住む桜新町、この町を守るのはツーヘコネコミミネガネッコ、3人の美少女と手をつなぐ一人の少年。新番組夜桜カルセット花の歌、10月よりスタート。決してハーレムアニメではございません。私の名はカムイ先月、生きたセーラー服だ。カムイとは何か、セーラー服がなぜ生きているのか、それは見てのお楽しみだ。キルラキル、10月放送開始。切るか切られるか。ショコラです。カナデさんの呪いを解除するお手伝いに来ました。皆さんよろしくお願いします。究極の運命選択ラブコメ、ノーコメ、10月より放送開始です。小さな稲荷神社を舞台に、神様のお使いの銀太郎と様々な人たちとが織りなすちょっぴり不思議で心温まる物語、銀狐。10月6日日曜深夜1時5分放送開始です。 E パンドラ計画のために集められた世界最強のパンドラたち、接触禁止の女王サテライザーの新たな戦いの幕が上がる。テレビアニメフリージングバイブレーション、10月より放送開始。テレビアニメストライクザブラッド、10月より放送開始。まったりゆるゆるな毎日とっても楽しいの。でももしかしてうち田舎に住んでるの？のんのん日和、10月より放送開始なの。萩原さくらです。国民的アイドルグループのセンターボーカルだった私がなぜかプロレスのリングに。史上最大の悶絶女子プロレスアニメ、世界で一番強くなりたい、10月より放送開始です。 We are Mega Ne Boo。テレビアニメメガネ部、2013年10月放送スタート。メガネ、さあいきなりですが私としりとりで勝負ですわ。馬ま、満月釣り竿、オルガン、温泉、あ、お、新番組ワルキューレロマンツへ放送開始。小村ちゃん、私ね、あなたと友達になれて嬉しかった。だから魔法少女になって本当に良かったってそう思うんだ。Persona 4 The Animation Coming This Fall。